今日は、私たちが、活動している AGL の活動で、使用している CIAT ツール、AGL-JTA と呼ばれるものの、ご紹介をさせていただきます。簡単な自己紹介なんですけど、私は富士通に所属していて、社債機の、カーナビゲーションの開発を、入社してから、開発しています。で今日の、ご紹介するアジェンダなんですけど、まず最初に、CIAT のご説明した後に、AGL-JTA の、簡単な概要の説明と AGL-JTA の使い方でちょっと簡単なデモを使ってテストをしたいと思います。で最後に今後について話しさせていただきます。最初の方は先ほどキムさんの、プレゼンと、被る内容はありますけども、まあ、ちょっと日本語でご説明させていきます。ご説明させていただきます。で、CIAT っていう、単語なんですけども、こちら書いてあります通り、Continuous Integration and Automated Test、継続的インテグレーションと、自動化テストを合わせた、略語となっております。詳細に関しては、ここの、リンクに書いてあります。で、CIAT の定義なんですけども、まあ、上から順番に、CIAT をした時の流れになってるんですけども、CIAT のテストを開始する、トリガーが、アップストリームのコードが変わったら自動で変更すると自動でトリガーがかかったり、まあ、ユーザーからの要求でテストを実行できるっていうことがまず第一に挙げられます。で、その次の流れが、ソースコードを、取ってきまして、自動で、ソフトコードのビルドを開始して、ソフトの生成物を、ターゲットのボードに、自動で、デプロイして、ソフトをダウンロードした後に、自動であらかじめ、セッティングしていた、テストを連続で行っていくという流れになっておりまして、そのテスト結果を、テスト結果やログなどを、まあ、回収した後に、公開しています。AGL が、なぜ AGL-JTA と呼ばれるツールを使っているかの、ご説明をします。 AGL-JTA なんですけども、先ほどご紹介がありました、クエゴをベースに作成しています。クエゴ自体は JTA と呼ばれるもので、ジェンキンステストオートメーションの略になります。でそれに AGL というものをつけています。で、クエゴと同じような、構成となっていて、フロントエンド、ジェンキンスで、トリガーなどの操作をして、ジェンキンスで操作した後の動きは、ホストとターゲットをつなぐのはスクリプトで、動作させています。で、まあ、これらを使っている、まあ、利点といいますか、どんなことが、できるからこういうこと、これを使っているかといいますと、まあ、ジェンキンスが、拡張プラグインがいっぱいあって、テストをカスタマイズとかするのにすごい柔軟に作りやすいので、このシステムを使って、テストコードを作ったりしています。で、作ったテストを、選択して連続で送れるようにだからテストのランニングをかけれます。で、各ボードの、セットアップ、先ほどご紹介ありました通り、そんなに難しくなく、セットアップができる形となっておりますので、クエゴをベースにした AGL-JTA を、我々は、使っています。AGL-CIAT の、目標なんですけども、左側が CIAT の目標で、それに対して AGL-JTA の特徴というのはどんなものかというのを、ご説明します。で、CIAT の、ゴールとして上から、トリガーが、柔軟に対応できるトリガーが必要ということで、 AGL-JTA では、テストの開始のトリガーを、ビルドのトリガーで、ゲリットのような、ソースコード管理システムから、
トリガーをかけれて、自動でテストを実行できるような形になっています。で、ソースコードも、ソースコードその次は、ソースコードの、集約する形なんですけども、まあ、ゲリットのような SCM を、使えたジェンキンスで連携できるので、これを使っています。で、自動ビルドと、自動デプロイは、クエゴのシステムの、ホストターゲットスクリプトエンジンというものを使って実現させています。で、テストセットは、まあ、連続で、テストの実行をするにあたり、ジェンキンスの方で、ジョブトリガーを設定して、自分が行いたいテストをこう連続で行えるようにやっています。で、テストした結果を、公開するにあたり、ジェンキンスのプラグインを使って、アップロード、テスト結果のアップロードなどを行っています。で、ここからは、AGL-JT の使い方の、ご説明をします。まずはじめに、本当に簡単なシンプルなテストだけを実行する、流れについてご説明します。ジェンキンスから、左の図にあるようにジェンキンスから、このテストを実行するという形で、テストのジョブを、使いますと、実行させますと、スクリプトバックエンドのスクリプトが動いてそのスクリプトを、ターゲット上で動かして、テストを行います。で、ターゲットからの、テストの、情報を情報やログを、ジェンキンスに、リターンさせて、ジェンキンス側でテストを結果するという表示の流れになっております。で、これが実際の、ジェンキンスの画面でして、こちらに映っているのが各、ジェンキンスのジョブなんですけども、ここの今たくさん、ジョブを定義してるんですけど、まあ、ここ一つの CIAT、まあ、アップロードリザルトなどを、まあ、クリックしますとこういった形、左の図にあります通り、実行させるときのパラメーターを、選択する画面に移ります。具体的に言いますと、プロジェクトアクショナル BZIP の下のデバイス、ポーターって今記載されてるんですけど、これは、先ほどティムさんから紹介しました定義した、開発ボードターゲットボードの、選択を、まあ、各自で行って、ビルドのチェックをした上でこの青のビルドボタンっていうのを押すと、実際にテストが開始します。で、実際に、ビルドボタンっていうのを押した後のジェンキンスの画面なんですけども、このビルドヒストリーのシャープ1というところがテストの実行中の画面となって、実際に先ほどの、図にありました、スクリプトエンジンが動いてターゲットに、ターゲットのテストをしているという形になります。で、その自分が実行した、テストが完了しますと、こちらのビルドヒストリーに、この緑のちょっと小さいんですけど緑の丸って形でシャープ1、シャープ2、シャープ3 と、で、実行したテストは、ヒストリーに残っていく形になります。で、緑のアイコンは、テストが、サクセス成功しましたよという形で、緑アイコンがついて、赤アイコンの場合はテストはフェイルという形で、赤のアイコンで、記載するようになっています。で、実際にこのシャープ3、シャープ2っていう実行したテストを、クリックしますと、右の画面に、コンソールのアウトプットが出力される形となります。で、実際に、例えばですけど赤アイコンで、フェイルになった場合はこのジョブヒストリーから、自分が実行したテストを選択してコンソールアウトプットでなぜフェイルになったかとかを追いかけれるようになっています。で、ここからは、AGL の CIAT として、活動している、テストケースの、流れについてご紹介します。AGL の CIAT は、
自動テストがメインでやっています。で、ビルドと、ソフトの、デプロイも、含んでいる自動テストになります。実際のフローはこのワークフローに記載してあります通り、自動でトリガーがかかりまして、ソースコードをダウンロードして、ソースコードのビルド、ビルドした生成物をターゲットボードにデプロイして、あらかじめ、あらかじめ決められたテストコードを実行して、テストリザルトを、パブリックに公開するような流れで、CIAT を行っています。実際のこの CIAT の、流れになるんですけども、まずトリガーが、ゲリットという、ソースコードの管理しているサーバーからトリガーがかかりまして、この CIAT インハウスミートというちょっと、テストジョブなんですけど、この、ジョブに3つの、テストジョブを、含んでいる、これはまとめた形のジョブになります。ですので、1のトリガーが、かかりますと、2番と3番の、インハウスデプロイというジョブが、次に実行されて、ソースコードをダウンロードして、自動でビルド と、ターゲットへのデプロイを、CID インハウスデプロイというジョブが、実行します。で、ソフトの、デプロイが完了した後に CIAT パッチテストという、複数のテストを、固めた、ジョブを作っていて、先ほど紹介あったベンチマークやファンクショナルというテストを、順番に行っていきます。でそれが完了すると CIAT アップロードという、ジョブが次に実行されて、パブリックにテストリザルトをアップロードするという流れで行っています。ちょっとイメージつきにくいかもしれませんので、ここに関しては、今日ちょっとプチデモでご紹介させていただきます。で実際の CIAT の、ハードウェアの環境について、ご紹介します。ターゲットボードが左側にありまして、インターネット経由でソースコード管理サーバーのゲリットに、つながっています。で、実際のジェンキンスの、サーバー AGL-JTA と呼ばれるところにジェンキンスがあり、それぞれ、必要なものが、ソフトをコンパイルするサーバーと、まあ、ジェンキンスを動かすサーバーと、ソフトの、デプロイをするのが、DFTP と NFS サーバーを使ってデプロイしますので、この3つのサーバーが必要になります。で実際の、テスト環境、CIAT の環境が、こちらになって、先ほどご説明した、AGL のサーバー、AGL-JT のジェンキンスサーバー、TFTP と NFS のサーバー、コンパイルサーバーは、1つの PC で、賄うような形で、我々の環境はしています。で、先ほどまでの流れが、テストを実行してソフトをビルドしてテストのトリガーがかかって、テストのビルドをしてソフトのビルドをしてテストを実行して、結果を上げるという形だったんですけど、ここから結果を上げた後の、結果のシェアの方法についてご説明します。パブリックの Git レポというのがこのど真ん中にありまして、各社で AGL-JT を使って、それぞれのターゲットボードで、評価した結果をこのパブリックビットレポというところに集約して、各社、集約した結果を、例えばですけど F10AGL-JTA の結果がパブリックビットレポに上がっていれば、他の会社さんが、F10のテスト結果を自分の環境にダウンロードして、どういった結果が、なっているのかとかを、見ることができるような形で、シェアしていくことを考えています。で、CIAT アップロードという、最後の、テスト結果を上げるというアップロードという
テストジョブなんですけれども、実際どんなものが、テスト結果として上がっているかといいますと、テストのサマリーや、テストに使用したボードの情報やそれ以外の、ディテールを、載せる形にしています。実際のテスト結果は、こちらの Git に上がっています。で今は、この、各社でテストを共有するという、形は、実際には、開発段階で、最初の、まあ、開発段階として、各社と、各社のターゲットボードを、同じディレクトリー階層で共有できるような形で、作成しています。でこちらが、テスト結果を、表示させた、ジェンキンスで表示させたもののご紹介になります。で、実際に実行したテストの項目が今回1から7番まで、セットしているので、こう1から7番の形で、出ています。で8月25日、8月18日、8月18日という形の、テスト結果がサーバーにアップロードされていますので、それをこの3つのテスト結果を、表示したいというふうにジェンキンスでセットして実行したら、こういった形で、比較できるように、テスト結果を共有できるようにしています。で、ナンバーワンのベンチマーク IO ゾーンとかにはディテールっていうのがハイパーリンクでついてて、このテストケースの、テスト結果のさらなる詳細みたいなものが見れるようになっています。でこちらが、ベンチマーク IO ゾーンの、テスト結果の、詳細になります。先ほど言いました、説明しました通り、テストの詳細が記載されていて、実際に、テストを行った時の、アウトプットの出力がどれぐらいで、その割合がどれぐらいなのかというものを、計算した上でフェイルパスというものを判断して、テストをしています。ですので、左側は全てパスという形で、テスト結果がなってますけど、右側は、いくつかフェイルが出ているということで、実際に継続的にこう評価していく上で、何か性能劣化が起こっているということが、一目で分かるような形で、表示しています。で、こちらのご説明は、ドキュメントの、ご説明になります。今ドキュメントはまだ、作成途中段階でして、今後ドキュメントを、増やしていく予定になっていて、実際に今あるこの AGLJTA を、始める、ドキュメントは、4つになりますね。リードに入れて4つになります。で今からちょっとデモを行いたいと思います。で、実際の、先ほど、ハードウェアの写真でご紹介した、形をちょっとリモートでつないで、デモします。で、IO ゾーンの、テストを行って先ほどご紹介したベンチマーク IO ゾーンの、実際のデモを行って、ファイルシステムの性能の評価をしたいと思います。で先ほど、ご説明しました、CIAT の環境なんですけども、トリガー、この4つの流れを自動でやるという形で、やってるって言ったんですけど、今日は、ちょっとビルドとかをしてれば、時間がかかりますので、こういった形でトリガーは、ちょっとマニュアルでセットして、セットした、テストケースを、ちょっとビルドとデプロイが省いて、テストを実行して、先ほどの比較する結果というのを表示させたいと思います。本当はポーターってボードを持ち込んでここでやりたかったんですけど、社外から Linux PC をつないで社内のネットワークにつながらないっていうのに月曜日に気づいて、急遽リモートデスクトップのデモなので、ちょっとデモっぽくないかもしれないですけど、そこはネットワークの関係でこうなってしまったんです。すみません。
今ちょっとポーターの電源を入れてます。ジェンキンスを立ち上げたジェンキンスの、画面になります。で、CIAT リーンハウスミッドというテストケースが、セッター、ありまして、先ほど、説明しました。これテストと、テストケースを自動でするテストです。ここで、ビルドウィズパラメーターというところから、各設定を、行います。でターゲットはポーターなのでポーターを設定していて、実際に、実行するテストをここで選択することができます。ここで、テストケースをアップロードするんですけど、それのタグ情報をここでセットして付けます。この後表示するときにこの情報は使います。でビルドをするとテストがここに今テストが始まりましたよとアイコンが動いています。少しの間お待ちください。今回のデモなんですけど、事前に今ポーターに、カーネルをカーネルソースコード変更したやつを、イメージを焼き込んであって、でそのイメージ自体は、IO ゾーンで、デバイスドライバーの性能測定するような IO ゾーンを走らせてるんですけど、わざと SD ドライバーのフロップ下げてウェイト入れて、SD の IO をわざと送らせてるやつを、もうポーターにも焼き込んでます。なのでデモがうまくいけば IO ゾーンの結果で、測定結果、性能の測定結果がデフレしてる結果が出てきて、でそれをジェンキンスが、前回との比較結果で、性能劣化してるよっていうような、性能劣化してるっていうことが分かるようなデモにしてるので、うまくいけばバツっていうのが出るはずなんですけど、今2つのテストケースを、テストポーター1というものとベンチマーク IO ゾーンというのをちょっと仕込んだんですけども、ベンチマーク IO ゾーンは終わりまして、このチカチカしているものが消えて赤になっているので、何らかのフェイルが出ているというのがこの状態で分かります。でテストポーター1というものは成功していますので、グリーンのアイコンが出て、その2つのテスト結果を CIAT アップロードというジョブが、実行されて、サーバーに上がっている形になります。ここからちょっと表示させるジョブはちょっと別途操作をしないといけないと思います。アップロードをクリックして、サーバーから
さっき指定したタグ、10月27日のデモという情報をさっきほど読み込みました。で、テストリストを先ほど、F10 ポーターデモというものを、つけてます。で、サーバーに上がっている過去の、データなども、ここから選択して、比較とかができるようになっています。今テスト CID ディスプレイというジョブを実行して、今日の、2016年10月27日デモというタグをつけた情報が、左側になります。で、実際に、右側は実際に機能、クロックを下げていないカーネルの方で、実行した結果と比較するような形で、テストの結果をサーバーから2つ読み込んでいます。で、ベンチマークは要素のトータルで10個のこの中でテストをするんですけども、性能が、ちょっと性能変えてるカーネルでは7個パス、フェイル3個という形で、という結果になっています。で、テストコーダー1というのはちょっと別のテストで、ちょっとまた違う形の、応答結果の場合の、これは、詳細になります。で、ここディテールがハイパーリンクで、リンクしてますので、ここをクリックしますと、それぞれやってるテスト項目に対して、10個のテスト項目を比較した形で、左側が、先ほど、実施した、テストの結果になります。まあ少し、性能が、良くない結果になっているものが、フェイルという形で、検出できるような形で、実際の、ソフトを作っていく上で、性能に影響があった場合にこういった形でチェックできるという、表示になっています。これで、で、下の方のディテールなんですけど、ちょっと、昨日やったテストは、IOZONE のテストだけなので、実際にテストはされていないので、トータルゼロという形なんですけども、左側のテスト結果だけちょっと出ることになっています。まあ、これは簡単にデモ用で作ったテストなんですけども、実際に、タッチコマンドを、送って、タッチコマンドが成功したかを見るというテストケースなんですけど、こういうコマンドの応答を、サクセスかフェイルかっていうものを、見るテストもありまして、そういった場合は、性能とかは表示できないので、実際にリザルトが、パスかフェイルかっていうものを、表示して比較できるような形になっています。で、今後のワークについてご紹介します。ボードのサポートトリガーディスプレイ、コプレートイズフィルフェードという形で、ご説明します。ボードのサポートなんですけども、今ポーターボードでは、先ほどご紹介したように CIAT ができるんですけど、今後の課題としてドラゴンボードや他のボードも、同じように CIAT ができるように、増やしていくという方向性で進めています。でトリガーなんですけども、今、ポーター、
AGL ではゲリットトリガーという形で、実際試合で回してるんですけども、ゲリットにアップロード、ゲリットが変更、何らかの変更があった場合に、まあ、様々な形でトリガーをかけれるように拡張も考えています。で、先ほどご紹介したディスプレイについても、テスト結果の表示だけで、本来は、最初の方の画面でご説明した、ログ情報とかもハイパーリンクで、リンクでつなげれるように今後拡張していこうと考えています。で、コーポレートイズフエゴということで、実際にこの AGL-JTA というテストツールは、フエゴツールから、を改良して、開発してっている、テストツールなんですけども、実際最初に、開発始めた時は各々が、フエゴっていうツールと AGL-JTA っていうツールがそれぞれ開発を進めていって、ちょっとずつギャップが生まれてますんで、そこをちょっとずつ、戻すというか、マージしていく形で、進めていこうと考えてます。で、あとは、先ほどご紹介したテスト結果の、シェア方法も、改善していこうと考えています。で、AGL のサポートなんですけど、この、URL を辿れば、詳細が記載しています。で、今回こういったツールをご紹介していく形で、AGL-JT を使って、たくさんの会社の方がそれぞれのボードを、設定して、テストして、それをゲリットにアップロードして共有して、もっといい AGL-JTA を作っていきたいなと、考えています。以上です。ご清聴ありがとうございました。質問とかで少しのことがありますか。すみません、非構成の写真をもう一度見せていただいていいですか。最初のものノート PC とダメージがつながっている。はい。スライドですね。スライド、はい。AGL のソフト自体だと16コアの CPU とメモリーを 32GB ぐらい載せたやつで2時間切るぐらいですかね。フルビルドで2時間切るんで、よくこのキャッシュの機能とか使えばもっと短くはなるんですけど、フルビルドだったら2時間ちょっとですね。なのでこれも、ビルドサーバーは実は別に立ててるんですね。なんでノート PC とかもジェンキンス動かすだけで、もうビルドはそっちの速いサーバーで全部やらせてます。ありがとうございます。ジェンキンもなんか AGL とかやってたんですけど、ジェンキンもノートにしてたら何を使われているんですか。なんてメーカーだったかな、これコージェントのアルテミに教えてもらったんですけど、サーバーとかで使ってるリモートで電源をオンできるタップがあるんですね。これだと8ポートぐらいのタップなんですけど、それでシリアルとか、TCP/IP 経由でどこのポートの電源をオンするかっていうのがあるので、後でアマゾンの URL を送りやすい。アマゾンで。ツールってテストのツールと繋がったりするんですか。今は繋がってないんですけど、今後ちょっと繋げようかなと思ってます。あともう一個、はい、ウォーター
今はもう固定で書き込んだ状態で使ってるんですが、でそれがアビリティだと問題になるんで、ラバーとかを使ってって話になってるんですけど、僕らは今手元でやってるんで、ね、あでも固定で使ってますが、あ、もう U ブートであらかじめ決めちゃってて、でこの、このサーバーとかにつながってるところも4回ネットワークで固定でも IP でよく使ってるんですね。なのでその状態の設定条件があるので、あのなんかリクエストのこれに変えたりっていうのは今はやってないんです。内容と、はい、ここもあのパスキルの判定に使われている場合は、そう、これ最初にこのテストケースのシナリオを作るときに、何回か IO ゾーンをあらかじめベースのソフトの状態で測って、でそれを人間の目で見て、あのその値がその妥当かどうかで判断したのを基準にして、その基準を比較して、劣化しているのかどうかっていうのを、判定させて、テープしています。まあ、IoT の実行の、深めになったりとか、はいはい。で、たぶん、2メガバイトの条件で、繰り返すのが必要なので、今あれでリリース判断できるかというとちょっと難しいですね。さんどうもありがとうございました。